この和風の雰囲気にぴったりな曲を用意しました。皆さん覚悟してください。温まるハートで、ここは陽気な歌声が奏でられる場所だ。丸い笑顔が弾むようにする、ウインクエクボが寄り添うよ。ハッピーウェルカムビームランド、澄み渡るさえずり、カナリアたちの歌声が奏でられるオアシス、しぶきが踊り出す、弾むようにする、ほっぺた落ちるグルメだよハッピー。弾ける場所だ、きらめく笑顔を感じるリズム、片組踊れるよそのままでハッピー。 Welcome Dreamland、 ハンサムボーイが揃う、フレッシュな空気感じ、元気あふれるオアシス、拍手や声援で弾むようにする、素敵なプレゼントたくさんのハッピー。
はい、ありがとうございました。ワクワクにぴったりのハッピーという曲を皆様にお送りしました。あの全部ねこれオリジナル曲なんで皆さん知らへんと思うんですけども、あのこれをきっかけに覚えていただける、あのチグリスって名前書いてますけど、あの片割れにユーフラテスっていうのがいて、片割れにて相方にいて、あの漫才やってるわけじゃないですけど、あのメソポタミアというユニットを組んでるんですけど、今日はその中からよりすぐに2名ですよ来てますね。あの女子参加、男祭りで申し訳ないですけど一人女子連れてきてますけど、今振り膨らまします。シグリスの彼女、はい、メソポちゃんに大きな拍手お前は何をやっとるんだっていう感じで見ていただいて全然結構ですので、次あの私黒猫を飼ってるんですけど、黒猫のことを題材にして作った曲で、ただ単にあの皆さんに私の黒猫の声を聞かしたい、それだけの曲でございますけども、お付き合いのほどよろしくお願いします。Oh no!
界の黒猫が現れてから、不思議なことが起こる、その頃ちょうど絵本の中に迷い込んだカリスマモデル、そんな気配で戯れてくる、ちょうど瞳はまんまるから立てたかり、意味をいつにと変えて自分を答えると、あの肉の地域はどんどん強くなり、知らないはずの裏側も解き明かされてゆくよ、足音も立てずに忍者みたいにどんどん消えて、そっとりと笑う、ハロウィンの時期はどんどん強くなり、消えないはずの裏側も録画されてゆくよ。はい、ありがとうございます。うちで飼ってる、まあ、野良猫なんですけど、黒猫の声をサンプリングして6分少々の曲、この声を皆さんに聞かしたいがために作った曲でございます。ご堪能いただけましたでしょうか。ちょっと今時間のあっち、これずっと6時差しとるのでわからんですけど、ね、あと私半に始めた、あ、まだもうちょっと時間、次最後の曲なんですけど、ちょっと宣伝です。来週カンガルーの夜というイベントがありまして、浜松市中区千歳町カノンビル3階、モール街の代々っていうところで、今日2人しか、よりすぐりの2人しかいないんですけど、ちょっと寝てますけどね、もっと人数いるので、メソポタミアというユニット出ます。あと今日ここで出る、トミーライフズさんとかもね、出たりするので、よかったら、9月23日土曜日20時スタート、2000円ワントリンク付き、申し訳ないです、制作家の宣伝でなくて非常に申し訳ないですけど、そういうイベントやってます、よろしくお願いします。それではメソポちゃんが大活躍する曲でございます、メソポタミアという曲を最後に聴いてください。
浜松エレクトリカルミュージックと言います。わかりました。浜松エレクトリカルミュージック。